アラスカメヌケはカサゴモク、フサカサゴカに属する海水魚。別名、アカウオ、メヌケ。アラスカ湾、ベイリング海近辺から宮城県沖、南カリフォルニアまでの北太平洋。特にアリューシャン列島とブリティッシュコロンビア、アラスカ湾で多く見られる。体長50センチメートルほど。体色は鮮やかな赤色。メヌケの名は水揚げの際に。 急激な水圧の変化により目が飛び出ることから、大陸方に生息。初夏から夏にかけては、海底が150から300メートルの海域に移動する。夏が終わるとより沖合の海底が300から450メートルの海域に移動し、そこで翌年5月頃まで生息する。冬に、メスの体内に産卵、受精し、4から5月に子供を出産する。 卵体制。幼魚はしばらく流れに漂った後、やや浅い岩礁に住み着く。そして3歳頃から徐々に沖合に移動していき、生魚になる頃にはより深い場所に生息するようになる。餌は、貝足類、オキアミ、タ脚類、裸はシ類など。天敵は銀だら、おオヒョウ、マッコウクジラ、ワカナワ他の岩礁の魚や、鮭、リングコットなどの訂正大型魚類。 本種はアコ大、ダイ、大西洋アカウオなどとともに、アカウオの名で流通し、アコ大ダイの代用として使われることもある。実は、癖のない白身で、味噌漬け、カス漬け、塩焼き、煮漬けなどに幅広く利用されている。また近海で採れた新鮮なものは、刺身や洗いとして利用されることもある。日本近海では1968年の15万トンを、 最高に徐々に漁獲量は減少している。ありがとうございます。